皆さんおはようございます。実行委員長を務めております市長の松戸でございます。今年で50周年、半世紀の歴史を重ねてきたふれあい祭りのメインイベントともいえるふれあい祭りの日を迎えることになりました。金曜日から始まっているメイドイン船橋、そして昨日のジョイ&ショッピング、そして今日のふれあい祭り、来週水曜日の花火大会へと、この市民祭りが続くわけですけれども、この50周年の間にこの祭りは船橋のにぎわいを作るために本当に大きな役割を果たしてきていただきました。おかげさまで今年は船橋市も80周年という記念の年を迎え、そしてこのお祭りをずっと支えていただいている商工会議所も70周年という、それぞれが区切りの年を迎えることになりました。おかげさまで今船橋の人口は63万人を超えて、本当に活力のある町になり、そしてまた様々な部分で注目される町になっています。船橋市の魅力といえば海の幸、そして農産物もありますけれども、いろいろな工業製品もあり、市民の力もあります。この力を結集をしていくことで、船橋市は市民の人も町そのものも日本一元気な町になれる、これは確実に言えるというふうに思っています。で、今日もこれから始まるオープニングパレード、そして夕方のフィナーレを飾るバカメン踊りのパレードまで、さまざまな催しが行われますけれども、例年、昨年もですが70万人を超える方がこのお祭りには訪れていただいています。今年は多分これまで以上の来場の人数を超えるというふうに思いますけれども、このお祭りを通して船橋市の魅力、そして船橋市の発展性、可能性をいろんな方が感じ取っていただいて、それをまた多くの皆さんに伝えていただければというふうに思っています。で、先ほど司会の方からお話がありましたけれども、今年はスペシャルな取り組みとしてふなっしーが登場しています。もうすでにスクランブル交差点から先には多くの方がふなっしーの登場を待ち望んでいますけれども、ふなっしーを加えたこの市民祭り、多くの皆さんに楽しんでいただいて、これからも船橋市の街を愛していただければというふうに思います。最後になりますけれども、この警備を担当していただいている船橋警察署、そして市内の会場で担当していただいている東警察署、ゴミの清掃に当たっていただいている中山学園丸ゴミの皆さんをはじめとして、多くのボランティアの皆さんに改めて感謝を申し上げて、ご挨拶に返させていただきます。これからもよろしくお願いします。どうもありがとうございました。